し鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。膝へのキックです。張ってまいります。ローを打ってまいります。あっとバックに回った。あっと膝十字で切り返す。ロープに逃れました。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。パンチで返します。蹴りを見舞ってまいります。逆にバックに回った。バックドロップの体勢、エルボーで返します。ニールキック。腰を落として逆片指固めの体勢です。ロープブレイクです。小手を打っていきます。こうやってプロとして戦っていますとね、どこかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああそうですよね。抱えます。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイント外れてますね。フロントに捉えます。させません。掴んだ。させません。掴みます。ひとたびリングを離れれば、日本文化をこよなく愛する爽やかな青年でありますこのジョシュ・バーネット。しかしながらこの男、アルティメットのリングではベビーフェイスアサシンの異名を持つ荒くれ者。今宵のリングでもその殺し屋の顔を見せていくのでありましょうか。パスガードしましたよ。ええ、これは体重が乗ってますよ。ええ、逆に上になります。馬乗りからエルボーを入れていく。下から切り返します。パスガード。展開が止まります。足を絡めます。ガードします。外してまいります。腕をフックします。正面からの投げを見舞います。逆に決めていきます。キックを打ってまいります。そのまま固めます。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕も想像つきませんね。テイクダウンを奪います。スイープしてまいります。下から返してまいります。ストマックを狙ってまいります。抜けてまいります。乾いた音が館内に響きます。今ソフトボールですね。後頭部痛打か。さあがっちり入ったぞ。これは決まってますね。腕をフックした。おっと外した。抱えた。正面から投げていった。チキンウィングフェイスロック。ここでロープブレイク。組み合った。強烈に叩きつける。ハイキック側頭部。うまく切り返した。エルボー強烈。先頭落としていった。腰に手を回した。ジャーマン。カウント2。返しました。いけるか。フロントから投げていった。腕を取った。腕しぎ十字固め。ロープブレイク。あっとエルボー起こした。エルボーを打ち込む。サイドを取った。あっと後ろに投げていった。がっちり入った。嬉しい逆十字。ロープに逃れました。抜くのか。反撃するならここですね。ええ、こっから突破口を見つけたいですね。腕しぎ入った。掴んだ。膝頭を入れていく。回転してのエルボー。もう針振り切ってますね。そうですね。
すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。10メレッツゴー。エルボードロップ強烈。カバーの体勢。トゥーカウント。首根っこを掴んだ。膝を突き上げていった。頭を掴んで、エルボーの連打。掴んだ。蹴りをぶち込む。抱き起こす。ガチッと組み合った。逆に返した。そのまま腕を固めていった。岸壁の母の胸に抱かれました。エビに持ち込む。カウント 2.5。 抱えた。打たせない。タックルで倒した。外した。アマルス式のタックル。外した。エルボーを入れていく。引っこ抜きかさせません。バックを取って、あとうまく切り返した。ロープブレイク、ロープブレイク。エルボー、エビに固める。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。バックにはジャーマンスープレックスホールド。